皆さんこんにちは。3月23日土曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。本日も御言葉が与える喜びを共に味わってまいりましょう。私たちに与えられました聖書の御言葉は、新約聖書ヘブル人への手紙11章8節から16節。本日のテーマは、さらに優れた故郷に憧れる信仰者たちです。ヘブル人への手紙11章8節から16節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。先日、私が働いている教会で一人の教会のメンバーの方が天に召されました。その方は、現在私が働いております深沢教会が63年前に伝道を開始したその時から教会のメンバーとして残っていた唯一の方でありました。私はその方の人生、信仰者としての人生の最後の部分に携わることができたわけですけれども、その葬儀の中で一つこれだけは申し上げたいということがありました。それは一体何かというと、この方が約60年以上にわたり信仰者として生きていたときに、その人生の先にあるものが一体何であったかということです。その先にあるもの、それは天国です。そしてこの天国をどのように思いながら信仰生活を送っていたか、それはまるで自分が慣れ親しんだ愛する故郷を思うように、そこには素晴らしいものが準備されているということを目指して信仰生活を送っていたということでした。そしてそこには、その方が主イエス・キリストの十字架と復活によって救われ、
そして復活の命に支えられながら、天国における永遠の命を得るべく、この地上での生活を歩んでいったということ。このことは、ぜひ葬儀の場で、そこに参列するご遺族や、また教会の方々と共有したいと願いました。私たちは、この世に生きている以上、死というものから避けることは絶対にできません。それは御国が来るその時まで、私たちは地上で神の国に向かって旅をする旅行者なのです。そしてその旅行をする中で、さまざまなものと出会い、またそこに向き合いながら、神の民であることを確認し、神が常にその御手を差し伸べて、私たちの人生のすべてに関わってくださる方であることを確信しながら生きていくのです。先行きはわかりません。しかし、私たちの旅行には神様が共におられるという確信が、今ここで述べられている信仰という言葉に私たちは表現することができるのです。私たちは旅行をするというときに、さまざまな障害があります。よく言われるのは、こう年を置いてしまうと、もう外に出るのが億劫になってしまう。そして旅行するのが面倒になってしまう。これはよく聞く話です。そういう意味で言いますと、今日私たちに与えられたこの御言葉に描かれているアブラハムの姿というものは、私たちが学ぶべき本当に素晴らしいケースであるということが言えるのではないでしょうか。実際にアブラハムはもうすでに地盤ができておりました。生活をするためのさまざまな安定をするためのものが与えられていたわけです。しかし、そんなアブラハムがある程度高齢になったときに、神様から地を示されて、そして行きなさいと命令されたのです。地を示されたといっても、それが具体的にどこであるか神様はお教えにはなりませんでした。しかし、アブラハムは、もう私には生活満足していますから、もうこのままにしてくださいであるとか、もう私はいい加減年を取っているから、もうこれ以上旅をするのは難しいから、もう私に振るのはやめてくださいというふうには言わなかったのです。アブラハムは、行き先もわからない。保証もどこにもない。しかし、その神様の言葉に保証を感じ、見えないものに対して確信を抱いた。だから、この旅によって出ていくことができたのです。おそらく生活の不便もあったでしょう。文化も習慣も違うようなところで過ごすというのは、並大抵のものではありません。しかし、アブラハムも、またその息子であるイサク、孫であるヤコブも、同様に天幕での生活をしました。不便はあっても、神が必ず自分たちの生活を導いてくださる。不安定な中でも、彼らにとっての確信は、その先にあるものだったんです。神の国であり、天の国だったのです。そこには神様の準備された豊かさがあることを彼らは信じました。信じたから、この地上でのさまざまな紆余曲折とも思える人生を歩むことができたのでした。今、このアブラハムの信仰が聖書を通して私たち一人一人に受け継がれているということは、これは単なる偶然ではありません。人間の自己努力でもありません。
神様がただそのアブラハムを通して約束を果たされるべく目指された。この神様が必ず約束を果たされるそのことに、アブラハムが本当に小さな、しかし確かな信仰を抱いて歩んだということなのです。これは私たち一人一人にとっても大変重要な教えとなります。先ほども申し上げましたように、私たちは信仰者としての人生を歩みます。その人生の歩みの中で大きな変更を求められるようなことがあるときに、私たちは動揺するでしょう。パニックになることもあるでしょう。しかし、私たちを不安のままにさせておかないのが私たちの神なのです。私たちが愛してやまない故郷を思うように目指す場所があるんだということを教えてくださるのが私たちの神様なのです。そのために神が私たちのためにさまざまなものを準備された。そしてその準備されたものの究極に主イエス・キリストの救いがあるのです。教会があるのです。キリストの体として私たちはその節々が合わされて神を信仰するための都の先取りが与えられているということに、ぜひ私たちは心を寄せてまいりたい、そのように願うのです。私たちの故郷についてもう一度確認しましょう。ヘブル人への手紙11章の16節の御言葉です。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。故郷に対する憧れ、私たちが故郷を持っているものなら誰でも感じる思いです。その思いを持って神様が準備してくださった天の国、神の国を私たちは望んで歩んでいこうではないか。アブラハムがそうであったように、イサク・ヤコブがそうであったように、私たちは見えないもの、しかしそこに確かな保証があることを願って歩んでいったのです。私たちの信仰生活、教会生活、そして主を主とする生活が、そのような日の積み重ねとなりますように。どうぞ私たち、天の国に挙げられるその時まで、その日々を刻み続けてまいりましょう。お祈りいたします。私たちのために故郷を与えてくださる神よ、私たちはそのあなたのプレゼントを喜んで受け、天の国にいつか帰るものとして与えられた人生を喜び、あなたと共にあるその幸いを感じ取り、その日々を送るものとさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名によって、この祈りをお捧げいたします。アーメン。